どうも、せいやです。イニミニがついに案件チャンネルへと成長しました。今回はメディキュットさんから、こちら、もう完全に、商品を紹介してほしいという、僕も知らなかったんですけど、男性用のメディキュットが今回、コラボ案件ということで、履いております！もうすでに、履いております。今回これをですね、なんと、1週間、履こうというチャレンジですね。このメディキュット毎日1週間履いてみての、チャレンジとなります。こちらがメディキュット4面着圧ナイトソックスショートという商品なんですかね。まあ、ちょっとメディキュットで、1週間仕事、現場、いろんなとこ行ってみて、どんな感じになるのか。そして、メディキュットでですね、寝る前女子が履いてるイメージ、確かに男性用も開発されたということで、2023年2月から全国で発売された。あ、結構前から、1年前からあるんですね。だこれをちょっと知名度を上げるために、僕も1週間履きたいと思います。さあ、ということで、早速1週間こちらを様々な現場終わりや、前に履いて使ってみたいと思います。それでは、メディキュット生活1週間チャレンジ、スタート！今日は静岡でメディキュット履きました。はぁ。今日はローカル番組のロケやったんですけど、やっぱメディキュットのおかげでかなり盛り上がりました。引き締まりました。コメントとかも。おすすめです。静岡で履くメディキュットもいいですね。いやー、やっぱロケでめっちゃ歩いたりするんで、メディキュット1週間生活、また東京で戻って、今日も収録またメディキュットで撮ります。今日も履いてます。今日はルミネの漫才、なんかいつもより動きやすいです。漫才もしやすい男性メディキュット、ぜひ行ってきます。お疲れ様です。メディキュット1週間生活やってますよ、マジで。いやでもええなこれ、つけ心地。今日はゴールデンの某レギュラー番組、子供に大人気のかくれんぼ某レギュラー番組やったんですけど、ああ、寝心地もいいしね。マジで一週間履いてる。引き締まってます。で、楽屋で結構こんな感じで休んでます、いつも。ああ。引き締まってる。男性もメディキュット履く時代引き締まってる。引き締まってる。座りました。武田鉄矢さんのモノマネでちょっとネタをしたんですけど、まあ私だけなんですけども、もう令和でこんだけずっと武田鉄矢さんこすり続けてるの。武田鉄矢さんメディキット、なんか足がすごい、ほらなんかすごいいい感じになってんだろ。
俺の時代ってのはこういう履くものってのはなかったからね。旅とかそういうのも僕の後ですから、足に何か被せるってのはなかったですからね。はい。お疲れ様です。今日も履いてますよ。今日は大阪で仕事して、大阪行って帰ってきて、メディキュット履いてました。ほんで生放送ラジオ今からメディキュット履きながらやります。いつもより歌えるし喋れるような気がします。皆さん、ぜひ、僕、ラジオ日本やってるんですけど、ラジオ日本やってる方、おすすめ。ラジオでいっぱい話題とか喋らなあかん、頭の回転、わーって上げたい。まあ、これ多分、その効果ないですけど、効果あるって言われへんのか、ボケでもね。履いてます、今日も。メディキュット生活。いやー。まあ、粗品からは意味わからんって言われました。ずっとメディキュット、メディキュット言ってるから。じゃあメディキュット吐きながらラジオしたいと思います。お疲れ様です。今日もメディキュット結構ずっと吐いてます。マジで今日はゴールデンの結構でかい収録、ほんまにずっと吐いてます。まあでも逆にこれなしっていうのがなんか違和感出るぐらい本当に群れないっすね。いろんな現場でメディキュット褒めて、これだからいろんな現場のやつがつなぎ合わせられてるってことですもんね。今めちゃくちゃメディキュットのことずっと俺褒めてんねん、いろんな現場で。でも本当に群れないですね、今日も。メディキュットさんと出会ってちょっとおもろなった気します。ちょっと売れた、なんかもう一個売れた感じします。さあということで、1週間メディキュット、履き続けました。さあということで、足がすっきりしてますね。ずっと履いてたんで本当にフィット感もあってすっきりしてます。引き締まる感じがしてね、ずっと履いてましたから、なんかこれないのが違和感あるぐらい今本当にずっと履いております。案件だから1週間しっかり履きましたけども、でも本当におすすめメディキュット。さあということで、こちらいろいろちょっとメディキュットに関する文言がありますんで、ちょっといい話をね、ちょっと聞いてください。とにかく吐いて寝るだけで足がすっきりすると、その理由があるみたいで、医学に基づく段階圧力設計で吐いて寝るだけで足すっきり、こう書いてますね。医学に基づく段階圧力設計、これがなんか関わってると初めて言いましたけど、段階圧力設計。男性の足悩みってあるんですね。足悩みに合わせた機能もありで、男性の足にぴったり合うということです。さあ、そして筋肉に沿った U カーブテーピングっていうのがあるんですね。U カーブテーピングと着圧でふくらはぎをホールドしている。ほう、なるほど。で、足の甲と土踏まずの部分を囲むようにアーチサポート着圧を設定。つま先が開いていて蒸れにくくストレッチ性のある素材を使用していると。確かに蒸れにくい、夏場とかでもおすすめです。蒸れにくい、汗かきなんですけど僕結構、そんな蒸れずにサラサラっと取れました、メディキット。そして、かかとを除く足部分には抗菌防臭加工あり、これは大事ですね。サッカー部やったんで、こういうソックスとか、よくね、履いてたんでわかるんですけど、蒸れるんですよね。これが、缶とか家帰ってきたら、もうマスクロって言われるね。
脱がんといてって言われる。これメディキュットやったら風呂まずいかんでもリビング許してくれそうな、防臭加工があると。そして世の中の営業で足をたくさん使うお父様も履けると。営業とかね、もう特に男性向けのメディキュットとなっております。フィット感もありますんで気持ちいい。まああと個人的にそうですね、某かくれんぼバラエティの時とか、結構一日中撮るんで、メディキュットあって助かりました、今回一週間生活で。で、僕は寝る時とか移動の時もね、ずっと履いてましたけども、皆さん足をたくさん使う方、歩く方、使ってみてください。さあ、そして、このメディキュットさんとのコラボは、他2組の芸人さんの動画も上がるみたいです。僕は1週間メディキュット生活っていう企画でしたが、他の2組の芸人さんは多分違うことをやってたりしますんで、気になった人はメディキュットさんの公式 X をチェックしてみてはいかがでしょうか。イニミニレカピカレイライオニメカチカロリパパランパンプッシュ。